鈴木茂根は、江戸時代後期の旗本、明治期の官僚、家人。最後の佐渡奉行。過疎の鈴木修月根は、北条宇治安に仕え、時代茂元は、徳川家康に召し出されて、三十票二人ぶの、微禄ながら、武蔵国豊島郡大久保村に千坪の領地を、廃領した、鉄砲玉薬同心の家系として幕末に至る。茂根の直系の子孫に、 国語学者の松本誠がいる。中川忠秀の家臣、小畑多門右くの次男として、江戸駿河台大に生まれ、鈴木家十代の鈴木重地下の養子となった。天保二年に養父が没すると家督を継ぎ、小不審入りする。天保四年、将軍、徳川家義五代所付の広敷伊賀者となる。天保十二年8月25日、広志式取締り係より、 江戸城内武術見分の際に、剣立ち将におさめしように慣れて磨かぬ技の、恥ずかしきかなの歌を読み、花紙へ一首歌をしたためて、柔術の師匠のせがれで剣術の師匠である、久保滝よに渡す。静音がこの歌を見て、松平匠頭に出したところ、その歌を短冊にしたためて、差し出すようにと命が出る。これが、老中。 水野忠国の目に留まり、同年10月留め付けに栄進し、市ヶやかがに150坪の屋敷を配慮した。天保14年環状銀味役、改め役並みに一時なるが、再び留め付けとなり、再び天保15年には環状組頭となった。その後、環状銀味役を経て、源氏元年7月2日、環状奉行となるが、 わずか20日余りで、同23日に有奉行となり、慶応元年9月13日に、最後の佐渡奉行となり、初代部に任ぜられ兵庫を頭と称する。慶応4年うる4月16日に五役五面となった。後、田安徳川家の家老となり、新政府との交渉役となった。翌明治2年に新政府の開拓省佐官となり、明治4年浜松県三次となり、 同年12月8日に再び佐渡に渡り、相川県三次となり、明治6年16位に除任された。明治8年に相川県六等藩事を兼任し、同年御礼に昇進姿勢6位に除任された。翌年4月拝見により移植を辞し、同年に息子の重明に家督を譲った。また15位に除任された。その後、晩年の明治24年2月23日に、 東京帝国大学旧児諮問会の要請に応じ、幕府の財政や勘定書について詳細な証言をしている。鈴木重根母幕臣時代より、国学や和歌を立花の地下着系の村山祖公や岩周堅に学んだ。佐渡奉行、そして相川県三次、御礼として佐渡に合わせて10年在しまし、佐渡で多くの門弟を育てた。職を辞してからは、和歌の世界で活躍した。 明治9年に官職王子死家徳を譲り、水園県あたり歌を表す。明治12年、画限界を表し、明治17年に、腰人の日記、心のおふぐさを表し、明治24年、早稲田文学第3号において、和歌の名歌として挙げられた。明治25年には、緑その樹、むしろ歌集を表した。明治十八年、鶯川いすか社を創立し、短歌の雑誌。 シリンを創刊した。明治31年に85歳で没したが、この年、シリンは、神派の歌人、佐々木信綱の創刊した、心の花に合併した。鈴木重根関係資料は、昭和女子大学図書館に、水園文庫として保存されている。墓所は、東京都新宿区大久保の全隆寺にある。ありがとうございます。